スタアートチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。美術大好きミュージシャンのタカです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。おかげさまでですね、少しずつですが、チャンネル登録増えてきております。本当にありがたいです。ありがとうございます。このチャンネルではですね、美術についてそこまで興味ねえなとかですね、まあ、ちょっと友達に誘われたから行ってみてもいいかななんていうノリの方にちょうどいい。 美術の楽しさをね伝えられればというコンセプトでやっているチャンネルになっておりますよかったらねチャンネル登録をしていただいて一緒に楽しんでいただければと思いますはい今回の動画はですね久しぶりに美術館のレポート久しぶりというかまあちょっと前回はね国立西洋美術館のリニューアルの模様だったのでえちょっとねあの企画ものっぽかったんですけども今回はですねあのちゃんと 特別展の方ですね。の模様をお届けしたいと思います。何かと言いますと、今、東京都美術館で開催中のこちらです。スコットランド国立美術館、ザ・グレイズ美の巨匠たち。これ、こちらはですね、あの、今開催中のメトロポリタン美術館展とですね、春ぐらいのすごいラインナップになっております。必見の美術展となっておりますので、ぜひ。 皆さん見に行ってください。何がすごいかと言いますと、まあ、ラインナップですね。その名の通り、巨匠たちが大集合ということでですね。時代はルネサンス、バロック、そして印象派、ナビ派と。大体ね、にわかファンも喜ぶような、ね、時代ですよね。はい、ね。ありとあらゆる巨匠たちがですね、もう勢揃いしてるわけですよ。まあ、ざっといい名前を挙げますと、ラファエロ。 エルグレコキッツヤーそしてバロックでいきますとベラスケスルーベンスあとはそうですねターナーとかもいますねはいあとはですね、えー、印象派でいくと、えー、モネでしょルノアールあとはゴーガンですね <laughs> あのゴーギャンってねよくまあなってるんですけども今回この美術展ではゴーガンってなってます と全然違いますねすいませんはい、えー、という感じでですねあのこの美の巨匠たちマジですごい美術展になっておりますスコットランド国立美術館もねラインナップほんとすごいんでね、えーまあ、美の殿堂と呼ばれてるんで、えー、そんな美術館からね作品が勢ぞろいしているということで、えー、今回ね あのそんな目玉の作品からまず紹介していきたいと思います。まずはこちらです。ジョシュア・レノルズの、えー、ウォルド・グレイグ家の貴婦人たちというね、これあの本当にね、入り口のポスターとかになっている絵です。本当にセレブ感漂う感じの、まさにね、イングランドっぽい感じのね、あの貴婦人たちっていう感じの絵なんですけども。 これもすごいし、あとは、ベラスケスのこちらですね。卵を料理するローバーってやつですね。うん。これ何がすごいかっていうと、卵がね、めちゃくちゃね、リアル。うん。本当にね、これ、卵の焼き加減とかで美味しそうな感じがするんですね。ちょっと食べてみたくなってしまいます。はい。これ、ベラスケスの初期の作品ですね。そしてですね、もう一つ紹介しとくと、こちらです。これすごかったな。 フレデリック・エドウィン・チャーチのアメリカ側から見たナイアガラの滝ですね。これがね、めちゃくちゃでかいんですよ。これあの、この美術展の鳥で飾られていて、もう大きさもすごいんですけど、本当にナイアガラの滝にいるみたいなね、感覚になります。滝の音が聞こえてきたり、ちょっとね、落ちそうになるぐらいのね、そんな迫力の満点の絵となっております。この人ね、 アメリカでね、活躍してるんですけども、この人、もともとはスコットランドの人でえ、ちょっとね、故郷に錦を飾るじゃないですけど、そんなスコットランドへの、母国へのね、感謝の気持ちを込めて、こちらをスコットランド美術館にね、寄贈したというエピソードがあります。これ、素晴らしい。はい。では、ここからはですね、私、タカがおすすめする作品を3つですね、3つに絞って紹介したいと思います。 まずはこちらです。ジョン・コンスタブルのデダムの谷という風景画になります。ほら、綺麗でしょはい、こちらはですね、まあ、コンスタブルがね、実はね、僕の大好きなターナーの友人なんですね。で、ターナーの隣にね、展示されていて、そこも熱かったです。えー、そう、彼はね、まあ、イギリスを代表する風景画家でもあるんですけども、 このね、自然の力強さをすごく感じる作品になってますね。まあ、筆の使い方とかもあるんでしょうけども、すごくね、自然がリアルに、そして力強く感じられる、そんな作品となっております。で、彼が出たということは、次の作品、そうです。ウィリアム・ターナーの作品を紹介したいと思います。ちょっとね、ポストカードなかったんですよ、これね。え、タイトルがですね、 トンブリッジソマーヒルっていうね、えー、作品です。まあ、田舎のねと風景みたいなのを描いてるんですけどもまあ、牛がいたりしてですね。まあ、その牛もね。すごいんですよ。あんな小さくてもよく牛ってわかるなっていうのとまあ、そういう表現とかもすごいんですけどもえー。まあね。あの、さっき紹介したコンスタブルの自然のね。雄大さも素晴らしいんですが、さらにやっぱターナー格が違うなっていうのが、やっぱ光の表現がすごいですよね。 まあこの作品もね、すごく光の描写がすごく綺麗でですね、心にやっぱ染みてくるようなね、そんな作品になっておりますので、ぜひこちらも注目してみてください。そして最後はですね、こちらです。はい。ミレイの、ちょっとね、タイトル長いんですけど、古来ひるいなき甘美な瞳ってね、ミレイってあの、あっち、印象派のミレイじゃないですよ。はい。ラファエル全派の、 ジョン・エヴァレット・ミレイの方です。はい。えー、こちらね、見てください。まず表情。本当にね、これタイトル通り。比類なき甘美な瞳。本当に甘美な瞳すぎますよね、これね。もう僕、もこれでメロメロになりました、ね、<laughs> はい。えー、まさにね、甘美な瞳に引きつけられてしまうようなね、そんな作品になっております。もう、これはね、まさにこの人に惚れちゃいそうな。 作品ですやっぱねミレーの作品いいっすよねあのオフィリアとかもそうだけどもやっぱり家に飾りたくなななるよようななんかそんな作品ですよね、はいえー、2つほどですね追加で紹介したい絵がありまして、えー、ちょっとですねこのグレイツって見どころが本当に多いんで、えー、まずですねあのラファエロの、えー、今回集作「魚の聖母のための集作」というですね ラファエロの、まあ、素描の、ね、作品が1つ来ているんですね。これはね、あのーまあ、ラファエロというと工房があるので大体、えー、ねラファエロの作品っていうのは、まあ、人の手が加えられているものが多かったりするんですけどもまあ祖なのでですねラファエロ本人が描いたね純度100%のラファエロの絵となっているのでこれまたね 本当にラファエロの技術の凄さっていうのをね、まああの立体的な描き方とか、そういったものを非常に感じられる作品になっているので、これはね、ぜひね、なかなか見れないので見ていただきたい作品の一つです。そしてもう一つがこちらですね、えー、ポールゴー・ゴーギャンじゃなくて、ゴーガンですね、今回はね。<laughs> はい。の作品なんですけども、まあゴーギャンのね、タヒチの作品で、 「3、えー、人の多七人」という、まあ、こちらね、えー、非常に、まあ、有名な作品でもあるんですけどもこちらが来日しております、えー、これねちょっとね不思議な絵なんですよねなんかゴーギャンの絵ってなんか結構謎めいたところがあるんですけどこの3人のね視線がねなんかねちょっとどこを見てるのかっていうところとかあとはですねこの3人の関係も非常に気になるところですよねうん えー、ですんで、まあそういったね、ちょっとイメージを膨らましつつ、えー、楽しめるような、そんな作品になっております。この2作品はちょっとね、紹介したかったので、追加で動画を撮らせていただきました。はい。ではですね、こちらの展覧会の混雑状況についてお伝えします。これね、あのー、僕が行ったのは、確か平日だったっけな。平日に行ったんですけども、普通にね、空いてました。はい、メトロポリタンとかは、 かなり混んでると思うんですけども、それに比べるとね、東京都美術館かなり入りやすかったです。うん。休日だと混むんでしょうけども、そこまでではないと思いますね、今のところ。まあ、痴漢性チケットを買っていけば余裕で見れます。はい。そしてですね、グッズ紹介なんですけども、今回僕はポストカードしかちょっと買ってないんですけども、他にもね、ビームスとのコラボ T シャツとかね、結構いろいろ充実してましたね。 グデタマとのコラボとかあとはコウペンちゃんとのコラボとかねなかなかねそういうキャラものとのコラボみたいなのもたくさんあったので、えーね、ぜひその辺も楽しんでいただければと思いますではですね実際行ってきた模様ほんの今回ねほんのちょっとになっちゃうんですけどもそちらも合わせてお楽しみくださいではまた次回の動画でお会いしましょうタカでしたグレーツン国 来ましたゴールデンウィーク真った中です。